はい、花8日目早朝2本目ようやくビデオが撮れる明るさになりました。マイケ、はい、光は前半しっかり捉えていく意識持てよ。ちょっと待ってろ。はい、光8日目東京2本目立ち上がる感じでするからしっかりとラインを置いてるよね。見た時の上に足元ね、ターンの前半からしっかりとエッジグリップしていけるように立ち上がってきて、動いてないんだよ。しっかり角を作るイメージ持って、はい、コース8日目、早朝2本目、あと8日目東京2本目、肩から入ります。常に肩平行で入ってます。はいよ、さっきよりちょっと振ったわ。はい、2本目、
回ね、1本目よくうまくいったでしょ。まあ悪くないよ。もうちょいポジションね、高い位置を意識することと、早めのターン、早めのターンで、ターン終わりするように。前半もうちょいやっぱりなんかテールようにターンに入っていく、シャドウ待ちみたいね、意識とやっぱりちょっと力強くなんだよ、スキーのターンマスクになる。全体的に、外足に飲んだ甘いところなんですね。鼻を飲んで外足、うわ全部右足だめじゃん。右足もしっかり乗る。右足だぞ。ヤマト1本目思ったよりうまく滑れたと思います。ちょっと体回ってるところもあるんで、ちょっとこうやってね、内が高くなってきた時には苦しないで、しっかりと振りなくて内が行かないような位置ですね。ヤマト2本目ないけど、ちょっと体が上に行くことが多いです。ターンオーバーで、今日はまだそんなスピード出ないので、遅れることもないんだけど、やっぱりそこは浮かない、レールちょっと浮かすぐらいですので、前内側に行きたいです。新たに本命だけど、やっぱりちょっと後ろに伸びる、毛があるので、やっぱりこうやって内が高くなっているとだんだん遅れ出てきて内側に乗ることが多いので、しっかり手翔太郎高いポジション作ってます。景色もっとビャーって言っちゃってからね。両足内足もうちょっと使った方がいいな。内足が邪魔になってる。はい、かよ。こっちのターンいいけど、こっちのターンの手の位置ちょっと変えた方がいいかな。これ動きはいいと思うけど、あ、名前聞くの忘れた。まあいいや。今ビデオ撮ってます。タクです。もう一本行きますか。何なの、もう終わったら8時で練習なんで。はい、翔一くん、翔龍にいます。今ビデオ撮ってます。
ちょっと内側引けることが多いので内側のスキーが避けて。